どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。夜だったり朝だったり涼しくなってきましたね。涼しくなったって言っても25度だったり26度だったり、そこら辺なんですけども、僕は立川に行って喋っていた時の体感気温って多分45度ぐらいだったので、もう死ぬかと思ったので、その時から比べたら26度ってめちゃくちゃ涼しいと思います。で、涼しくなったのでそろそろあるものを解禁しようかなというふうに思っております。それがこちらでございます。こちらなんですけども、近くに公園があるので、朝起きて運動がてらこれサイクリングするってことをずっとやりたかったんですけど、冬は寒いし夏は暑いしっていうんで、あんまりこれ の出る機会がなかったです。あと最近こう電車を使う機会が多かったので、なかなかこれの出番がなかったんですね。なのでどうしようかなって思ったら、やっぱ迷ったら捨てっていう断捨離対象になっちゃうじゃないですかまあ僕のルールですけど、でもこれは僕が物心ついた時からもう実家にあって、このチャリをずっと触っていたらしいんですよ。で、小学校だったり中学校の時もちょっと親の目を盗んでこれを乗ったりとかしてました。で、これそれぐらいこれずっと欲しかったんです。で、僕が社会人2年目の時にその父親に、これちょうだいよっていう風に言ったら、父親がええよ、え、軽みたいなノリでくれたわけです。ということで、もう僕がずっと欲しくて欲しくてたまらなかったやつがやっとゲットできたということなので、これはもう絶対に断捨離しない、むしろこれは僕の子供に譲ってあげたいぐらい大切に使っていきたいと思ってます。なので、これからちょっとずつメンテナンスしていきたいななんていうふうに思っていたらですね、素敵なアイテムを見つけてしまいました。なので、それをちょっと今から取りに行ってきます。じゃあこのままいきますか。大丈夫ですかね。はい、お願いします。ただいま。はい、こちらでございます。で、今日まだ開けてないんですね。はい、こちらでございます。ランドキャスト、ちなみにこれ提供動画でも何でもないんで、自分で個人的に買ったやつです。 Amazon で買いました。リンクは概要欄に貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。多いお茶の2リットルのペットボトルと比べるとこれぐらいのサイズ感。もう空気入れって僕の中ではもうこうやってジュボジュボジュボってこう押すタイプかなというふうに思っていたんですけど、これが最新の2018年最新の空気入れらしいです。めっちゃちっちゃくて軽い。重さは 110g か 180g かのどっちかだったので、iPhone よりも全然軽いということなんで、いや、これいいっすね。で、この動画を見てるあなたは、いや、これだけちっちゃかったら絶対空気弱いでしょと。こんなタイヤ絶対入るわけないじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、それを今からちょっと僕もやってみたいなというふうに思います。僕も若干こんだけちっちゃかったら、絶対空気そのパンパンになるまで入らないでしょう。なんか応急処置的な感じで入れられればいいんじゃないかなぐらいな感じで思ってるので、さあどれぐらい入るのかやってみましょう。外しの。で、これを入れの。ここのレバーをギュイッと上げるともう外れなくなりますね。え、入ってんのかこれ。めっちゃ軽い。動き自体はすごい軽いですね。本当に入ってる自信が全くないぐらい軽いです。え、でも入ってる。めちゃくちゃ軽いんですよ。全然力いらないです。単純にこう出し入れしてるだけって感じです。ストロークが短いので、やっぱこう何回もやらないといけないんで、この腕が疲れるっていうデメリットはありますけど、そして硬くなってきた。ちょっと硬くなってきた。押すのが、よいしょよいしょ。おー、しっかり硬い。いやー、いいね。これは、わあ、今までなんかこうやってギュッギュッて押してたあの辛さが嘘みたいですよ。めちゃくちゃ楽なんですけど、もちろんこうやってグッグッて押すよりかはストロークだったり一度に入る空気の容量が少ないので、こうやってスポスポやり続けなきゃいけないっていう手間っていうか、時間はかかるかなっていうふうに思うんですけど、ただその全然力がいらないので、これ女性でも余裕で入れられると思います。これは便利だな。おお、いいね。ちゃんと硬い。もちろんこうロードレースとかいう細いタイヤってもうめちゃくちゃ硬く入れなきゃいけないっていうのはあるんですけど、僕の場合これマウンテンバイクなので、ちょっとぐらい柔らかいぐらいが逆にいいんですよね、マウンテンバイクの場合って。なので今回これで OK です。
それに裏に取扱説明書みたいなのがあったんですけど、どうやらなんか引っ掛けられるらしいですね。この部分をなんかそこら辺にこう引っ掛けることができるらしいです。あとはこういったグッズを使うことによって A 式バルブだったりフランス式バルブだったりっていういろんな変換ができるということらしいです。でこうやって使い終わったものはこの工具箱の中に入れられると。で工具箱をしまえると。まあでもああいったものってしまうのではなくて普段はこういった自転車の側面につけたりするもんなんですけど、この金具の部分ネジの部分が六角レンチだったんです。で六角レンチサイズが当てはまるやつがちょっと僕持ってなかったので、サイズのいい六角レンチが見つかるまではあのシュポシュポは工具箱の中にしまっておこうと思います。っていうかなかなか汚いな。掃除します。はい、すっきりさっぱりしました。うん、チェーンもそんななんかガタガタいってないんで OK です。走っていきましょう。あー、やっぱりチャリは爽快で楽しいですね。10円玉見っけ。なんで10円玉が落っこってんの。最近お金ちょいちょい拾うんですよね。ありがとうございます。こんにちは。今僕は弱肉強食の世界を見ています。はい、ということでサイクリングすごい楽しいです。いや、あの空気入れはかなりコンパクトでしかも軽くてどこでも持ち運べる感じがしてすごい邪魔にならなかったので、もうあれは久しぶりにいいミニマリズムのアイテムを買えたなというふうに思います。涼しくなったら徐々にですねこのチャリを使ってサイクリングをしていきたいと思います。はい、ということで最後の方ちょっと何を見せられてるのかよくわからないなっていうふうにあなたは思ったと思うんですけども、まあその場合は、どうしよう。はい、今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりました、夏を味わいましたと思った場合はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。